しそう。保護身が取れます。よし、じゃあここからスタートだね。
よし。出てたね。よし、ドライで釣れた。そんな大きさじゃないけど、ドライで釣れた一匹。
いい気持ちいいね。ドライで出るね。あのシモンスターモンスター、うおー、でけえ、うわ、
菜料理を作りたいと思います。山菜パスタ作りたいと思います。じゃあね、まず今日の山菜おごみうどぶきうどぶきうどうどこの3種類これね、がっつりぶち込んでいきたいと思います。まずね、今日は下茹でしたい。下茹でパスタと一緒に茹でる。うどぶきもちょっと取りすぎたな。
ちょっと盛りすぎました。これね、まず茹でたいと思います。よし、ではね、投入します。塩コショウ投入。パスタぶち込みます。たらこぶち込みます。
完成。完成しました。完成です。ではね、いただきます。まずうどん、間違いないのさ、うどん全く苦味もなくてうまい。そしてココミ、これ最高ですね。山盛り食べました。まあこの時期だけのねレモンなので、たまにはいいですよね。ありがとうございました。